はい、榊舞でございました。はい、それではですね、最後の踊りということでございますが、盆元舞でございますがね、不正寺氏と申してございます。不正寺氏は通常の盆元舞にですね、大宮刀を携えたですね、舞手が加わりまして、獅子にそれを飲み込ませて、そして、獅子は鳴き声を上げて体内で清めて吐き出すということでございます。通常の権現米の巻いては、通常ですね、権現米の巻いてをですね、清める指からまず下回りを回るということでございますので、尺状、大見、浄土などを使って取り組みを行い、その後一人が権現幕法の後ろを持って二人で配置などをして四方を払うということでございます。権現様が激しく行う払うちですね、悪魔退散、身固めは無病息災の御利益があると言っております。身固めはですね、例えば頭をかじるとか体をかじるとか、そういうことのようでございます。権現をですね、仏が史上最後に仮の姿で現れることを言いまして、地域満体、五穀豊穣、無病息災、日暮瀬などを祈願する祈祷舞とされております。下舞は権現舞をね、舞うものに限らずですね、子供たちが複数で舞うことが多いですね。今日も子供たちにやっていただこうということでございます。将来のですね、うちの修行後継者ということでございますので、ね、この御前を不正寺氏をご覧いただきたいと思っております。いろんなものをですね、御前さんに食わせて、吐き出すわけでございますけれどもね、もし皆様神様に皇帝様に千円札を感じらせていただければね、もしかすれば1万円になって、出てくるかもしれませんので、ただ時々、飲み込んでしまうことがありますので、ね、それも覚悟の上でちょっとやっていただければと思いますよね。はい、清めて出すということでございますね。はい、それではね、最後の開幕となりますが、不正寺氏どうぞよろしくお願いいたします。は子どもたちの下舞ということでございます。
Thank you.
はい、ありがとうございました。一年の予定したりも変わりましたが、せっかくね、たくさんの方々がいらっしゃいますので、ご祝辞を賜りたいなと思っております。まず最初にですね、俺の絵柄の島田館長さん、それを言いますが、その場で結構でございます。今日は朝からね、ずっと来て最後まで、いらっしゃい、本当にありがとうございます。一言お願いいたします。